たみんなに迷惑かけちゃったな。ここにいたか。食事の時間にも姿を見せないので心配していたのだぞ。大丈夫ですよ、元気です。お腹は空いていないのか。まさか空腹に耐えきれずにそこらの草を口に。この辺りには厄介な毒を持つ野草も生えていると聞いた。気をつけてくれ。そんなことしませんよ。私を何だと思ってるんです。それに毒があるかどうかなんてベルにかかれば一目瞭然なんですから。ほう、自信があるのだな。とてもそうは見えないのだが。そこまで言うなら念のためだ。君の目を試させてもらおう。え？そうだ、どちらが食用の野草を集められるか勝負ということにしないか。食料はいくらあっても困らないからな。皆のためにもなる素晴らしい思いつきだ。どうしてこんなことに。これはお腹が痛くなるやつ。そっちは苦いやつかな。わかんないよ、絵でしか見たことないもん。でもこれはきっと大丈夫なはず。これとこれと。よし、あっちも。ん？フェルディナントさん？このツヤ、この大きさ、そして鮮やかな赤、素晴らしく食べられそうな葉ではないか。おっと、やはりこの木の下には球根が。白く大きくて美味しそうだな。この声はベルナデッタ。ふむ、飛び出たネズミに驚き逃げた末に転んでしまったというわけか。集めた野草も全部どっか行っちゃいましたよ。それより傷を見せたまえ。かすり傷か。念のため拠点に戻って手当てをしよう。はい、ありがとうございます。あ、その葉っぱ、手に持ってるやつ。これか？これがどうしたのかね。もしや空腹だから歩きながら食べるとか。そんなわけないじゃないですか。血止めの効果がある薬草なんですよ、それ。何？ならばちょうどいいな。これを使って手当てしよう。しかし薬草も見分けられるとは。ベルナデッタの目は本物だったのだな。ようやくわかりましたか。フェルディナントさんが集めた野草だってちゃんと見分けられ。え？あまりの野草の上質さに開いた口が塞がらないかね。あ、いや、全部猛毒です。なっ、そんなはずは。この美しい葉は、このたくましいツルは。